昔々、誰も足を踏み入れない塔に孤独な少女がいました。名前はセイラム。何かを成し遂げたければ自ら実行せよ。グリムはこれにも引き寄せられている。レリックをアトラスに届けるの？アーガスはここから遥か北にあり、そこに国外で最大規模を誇るアトラス軍の基地がある。知恵のレリックは素晴らしくも恐ろしい力を秘めている。なんで教えてくれなかったの？彼は隠してる何かを。彼女はジン。言ってみなさい。どんな質問にも答えましょう。オズピンは何を隠してるの？やめろチームルビーが一人っきりにはしないから。本当にアトラスへ行く意味はありますの？私は一人じゃない。大事にしてくれる仲間がいる。またみんなと会えて嬉しいんだ。なんでいつもトラブルばっかり起きんの？お嬢ちゃん、あたしはマリーア・カラベラだ。何にもできないおばあさんじゃない。欲望を叶えたくば私に従うんだ。みな良いな。頼んだぜ。祝人じゃねえぞ。これでようやく二人っきりになれたな、ブレイク。ルビー、瞳は何色だい？銀色の瞳を持つ者は伝説の戦士になると言われてる。このパワーを使いこなす方法を教えて。全部俺のせいだ。クロおじさん、信じてよ。私たちはアトラスに行く。それより話しましょう。どうやってルビーを殺す？私たちで。